マンチェスターは、アメリカ海軍の軽巡洋艦、クリーブランド級軽巡洋艦の一隻。艦名は、ニューハンプシャー州マンチェスターにちなむ。マンチェスターは1944年9月25日に、マサチューセッツ州クインシーのベスレヘムスチール、フォアリバーゾー戦所で寄港し、1946年3月5日に、アーネスト・ジェイ・グラドゥプジンによって、命名、浸水。 1946年10月29日に艦長ピーター・ジー・ヘール大佐の指揮下収益した。成長をカリブ海で終えたマンチェスターは母校のボストンに1947年3月26日に帰還した。同地で環境に実験用のプラスチックカバーを装着し、初の大西洋横断に向かう。4月18日に地中海に向けて出港し、トルーマンドクトリンに基づいた。 共産主義勢力に対する辞意を行った。6月に東海岸に帰還し、続いてロードアイランド州ニューポート沖で海軍予備役兵の訓練巡行を行う。6月25日に再び地中海に向かい、11月30日にボストンに帰還した。マンチェスターは1948年2月9日から6月26日。 1949年1月3日から3月4日までの2回、第6艦隊での配備を完了し、3月18日にフィラデルフィアを出港、太平洋艦隊に合流した。4月3日にロングビーチに到着、2週間後に政治的に不安定な極東に向けて出港、5月15日に中国の鎮島に入港した。その後航海、東、ナ海、 南シナ海で作戦活動を20し、11月28日にロングビーチに帰還した。この配備の間、中国国民党軍は7月16日に台湾への撤退を始め、10月1日に中華人民共和国の成立が宣言された。共産中国の成立は、他のアジア諸国における共産勢力を勢いづけ、1950年6月25日には、 北朝鮮による38度線以内への進行が始められた。国連は6月27日に北朝鮮弾劾決議を採択した。当時マンチェスターはサンフランシスコでドック入りしオーバーホールの最中にあった。作業は急ピッチで進められ、8月1日に西太平洋に向けて出港した。マンチェスターは9月上旬に佐世保に到着。 第77任務部隊に加わり、航海で国連軍航空部隊への支援として、艦砲射撃、沿岸偵察、封鎖を行った。9月15日、新川上陸作戦でマンチェスターは火力支援を担当した。新川とソウル間の補給線の確保後、北朝鮮軍が集中するタンソンガットへの砲撃を行い、9月27日には関西機が、 カ熱の鉄道路線を破壊した。この攻撃により敵の補給線は分断され、共産軍の増強は遅滞することとなる。マンチェスターは7月23日に横須賀に向けて韓国を出港した。27日に半門店で急戦の合意が成立し、マンチェスターは28日に母港に向かった。マンチェスターは朝鮮戦争で3度の戦闘巡航を完了し、 大きな被害を受けることはなかった。1954年から55年にかけて、マンチェスターは第七艦隊で6ヶ月間の配備を二度、太平洋西部で行った。最後の帰国の航海でマンチェスターは、グローリー作戦に従事した。1956年1月20日に、横須賀を出港し、真珠湾で儀礼のため停泊ゴロングビーチに向かい、2月5日に到着した。 2月末にサンフランシスコに向けて出港し、27日に予備役艦隊入りする。その後6月27日に退役し、1960年4月1日に除籍10月31日にニコライジョェイ社に売却された。マンチェスターは朝鮮戦争の先行で9個の従軍聖賞を受賞した。朝鮮戦争の期間に後に、 ケネディ政権下で国家安全保障局局長を務めたローレンスヒューフロストが官庁として官を指揮した。ありがとうございます。